ムニル・エル・ハムダウィは、オランダ・ロッテルダム出身のモロッコ代表サッカー選手。ポジションはフォワード。オランダ・エールステ・ディビジの SBV エクセルシオールで74試合32得点と、得点を量産したため、2005年1月に、イングランドのトッテナム・ホットスパー FC に3年半の契約期間で移籍した。入団して、すぐに行われたピースカップでは、 オリンピックリヨンを破って優勝した。ノーサンプトンタウン FC、オールダーショットタウン FC との親善試合では得点したが、プレミアリーグの出場は1試合もなかった。2005年9月、ダービーカウンティ FC にレンタル移籍した。6試合でに得点したが、2006年3月上旬にトッテナムに復帰した。タクラブに、 レンタルされる予定だったがキャンセルされ、4月にはダービーに戻った。2006年6月、母国のビレム2に移籍した。4試合で3得点する上々な滑り出しを見せたが、ダービー在籍時にも悩まされた膝の怪我に襲われ、6ヶ月の間プレーできなかった。2007年8月31日、2012年までの契約でエジアルクマールに移籍した。 2008年9月27日に行われたフルス・ビレムツー戦でハットトリックを達成するなど2008から09シーズン前半戦だけで16得点を挙げ FC バルセロナが興味を示していると報道された最終節を前にアヤックスアムステルダムのルイス・スワレスと22得点で並んでいたが最終節の SC ヘイレンヘイエン戦で得点したことにより 単独での得点王を獲得した。これにより、多くのビッグクラブの注目の的となった。2009から10シーズンは、開幕から4試合で5得点と、好調なスタートを切った。2009年10月に行われた、KNVB カップ SV スパーケンブルフ戦で、負傷して1ヶ月ほど離脱したが、復帰後のフェイエノールト戦から6試合で9得点と、爆発し、 得点ランキング4位の19点を挙げた。2010年7月30日、トッテナムホットスパー FC 時代の恩師である、マルティヨル監督が率いるアヤックス・アムステルダムと4年契約を結んだ。8月8日の FC フロー人間戦でリーグ戦デビューし、UEFA チャンピオンズリーグ、プレイオフの FC ディナモキエフ戦セカンドレグで初得点を挙げた。 9月28日に行われた同大会グループリーグの AC ミラン戦でも得点した。2012年7月11日、セリエ A のアッコフ・フィオレンティーナへの移籍が決定した。2016年8月8日、カタールスターズリーグのウム・サラル SC からサウジプロフェッショナルリーグのアルターウン FC に移籍した。2017年1月に、 サウジアラビアを去り1年間フリーとなるが、2018年1月17日に FC、ドゥベンテイ半年間の契約で加入した。負傷に影響によりカップ戦含め6試合出場、無得点に終わり、シーズン終了をもって、クラブを退団した。フルスのエクセルシオールを経て、カタールのあるホライティアット SC と契約。U-21 オランダ代表でプレーしたが、 モロッコ代表を選択することを決めていた。2005年、サウジアラビア戦で、モロッコ B 代表の試合に出場した。2009年2月11日、チェコ戦で、モロッコ代表デビュー。カメルーン、東郷などの競合と同組となった、南アフリカワールドカップ、アフリカ最終予選では、2009年3月28日の、第一節ガボン戦で代表初得点を記録したが、 チーム全体で3得点しか上げられず、最下位で敗退した。ありがとうございます。